それでは建設技術フォーラムをスタートさせていただきます。まずはじめは技術発表です。テーマはトンネル全断面点検診断システムです。発表者は東急建設株式会社伊藤正則様です。それでは伊藤様よろしくお願いいたします。皆様、こんにちは、東急建設の伊藤でございます。今日はこのような技術プレゼンの機会をいただきまして、関係者の方に、深く感謝いたします。ありがとうございました。それでは、早速、ご説明したいと思います。タイトルですけれども、トンネル全断面点検診断システム、私どもは、アイトーレというふうに呼んでおります。まず開発の背景ですけれども、これはもう説明するまでもないんですけれども、老朽化する、社会インフラ非常に多くなると。でトンネルもですね、非常に多くなる、2033年に半分ぐらいがですねもう50年経過するということで、何とかしないといけないというのは、皆さん、ご承知の通りだというふうに思っております。で、それを、点検していく、人それからお金、リソースの部分でいきますと、非常に少なくなると。で特に、地方の市町村におかれましておきましては技術員の方が非常に少なくなるだろうと。で私どもゼネコンにも、いろいろ入ってくる、若者の方どうやって、増やしていくか確保するかというのが、課題になってますけれども、これは日本全国どこでも、将来的な、課題というふうに認識しております。そんなようなことで、先ほども、ご説明がありましたが、点検もですね生産性を高めていかなければいけない。それからまたその結果もですね、個人差があってはダメですし、またその技量に応じたですね、誤差が出てしまってもいけないということで、このようなシステムを作っております。でこのシステムは、実はの SIP という2014年度から、18年まで、ご支援いただきまして、助成金いただきまして、基本的な開発を進めたものでございます。で5つの要素技術がございまして、当然ながらトンネルの復興コンクリートの状態を確認したいので、ひび割れを見つけ出す、右の上にあるひび割れの検出ユニット、それから、浮いている部分を、見つけ出したいのでダウンのユニット、でこちらには、ダウンの音データを、AI で判定して浮いているところをこう見つけ出すということになっています。それから、左の上は、ジェットファンとかだとちょっと避けられないんですけれども、速度標識とかを、避けられるような、フレキシブルガイドフレームというのも作っています。それから、一応、地方に行くとその道を止めてしまうと生活に影響するということで、なるべく交通阻害をしないということでガントリーというものでシステムを載せているということになります。こちらは後でビデオ等でご紹介させていただきます。で、その結果をもとに、アウトプットを出すエキスパートシステムという、5つの、要素技術で構成されています。まず、ガントリーと呼んでいるんですけれども、点検のシステムを載せる台ですね。でこちらの方は、トンネルの形状に合わせて、少し幅が広くなったり、高くなったり、30センチぐらいですけれども、高低の高さの調整ができるというようなものになっています。でこれを実際には、運び込んで、やらなければいけないので、当然ながら運搬費の面で少し時間がお金がかかるということになります。なので、現状はですね、その右下にあるような、高所作業車に乗せたタイプで運用しているというのが実際になります。で、左側は、新設のトンネル等で、私どもが、復興コンクリートを打った後ですね、それを収めるときに、点検している例なんですけれども、JRTT さんなんかでいくと施工継ぎ目の前後1メーターだけ、まずは確認しろというようなことになっているので、横にこう動くようなタイプですね。で右の、高所作業車タイプは走行方向、トンネル方向に、動いていくということになっています。で先ほど言ったようにちょっとフレキシブルガイドフレームですけれども、一応レーザーで、障害物を検知して、自分でこう何ですかね、形状変形させて、動いていくというようなことになっています。
これは簡単な、トラス構造の下側下限材のところにアクチュエーターが入っていて、それ の伸び縮みで、形状をこう何ですか、可変できるというタイプになっています。先ほど言ったように、ガントリーはこのような形で、1回は、15分から20分なんですけれども、システムをなんていうんですかね、トンネルの中に入れなきゃいけないので、その時だけは一回交通を止めるということが必要なんですけれども、まあ、組んでしまえば、中に、トンネルの中に入れてしまえば、まあ、そのまま点検が開始できるというものになっています。これはちょっと少し大掛かりな、システムということになります。で、実際の状況ちょっともしかしたら見えにくいのかもしれないんですけれども、一応、歩道があったりなかったりという、まあ、条件によって当然ながら違うんですけれども、まあ、歩道みたいなものがあればその上に乗せて、点検できるということになっています。まあ、当然ながら車の走行の安全性にも配慮しなければいけないので、まあ、あれはなんだって言ってなんかこうちょっとよそ見とかされちゃうと困るというところもあるので、まあ、安全の面は少し、配慮が必要ということになっています。で、ひび割れの検出ユニットですけれども、このような形になっています。ちょっと見えにくいの後でビデオを見せますが、ひび割れに関しては可視画像だけではなくて、凹凸の情報を取っています。光切断法ということになりますけれども、奥行き情報を取って、まあ、そのスキャナーみたいなもので、奥行き情報を取りつつ可視画像も、両方取るということで認識しています。ですから汚れであるとか、まあ、そういうものはひび割れとしては認知しない、感知しないということになります。で、これで大体、0.3 ミリぐらいのひび割れまでは、見つけることができるということになります。で、実際に動いている状況がこれが、ガントリーのタイプに取り付けているんですけれども、横の側壁のところと天板のところでこのシステムの時には3台動かしています。で、それぞれが、動いて、スキャン打音検査が終わったら前に進んでいくということになります。で、実際に、撮った画像がこちらになりまして、左側が可視画像、左の、写真ですね。で、2つ目が距離画像になっています。で、それを、両方重ね合わせて、黒くて、凹凸、要はへっこんでいる部分をひび割れとして認識してアウトプットを出すということになります。で、こちらが、打音の方ですね。打音の装置は、まあ、先ほども言ったように、普通の点検に使っているハンマーを、機械の中に、セットしています。で、人間まあ、実際には こう円周運動みたいなこう、感じで叩くので音をなるべく人間が出す音と同じようにしたいということで列駆動という機構にしています。ちょっと見えるかもしれないですけど、まあ、人間が叩くハンマーが、復興に当たるところ状況を再現しているということになります。ですから音は人間が叩いている音と同じような音で判断をしているということになります。で、実際に、施工総研様の方で、やった結果なんですけれども、まあ、人間が、あらかじめコンクリートの中に、発泡スチロールを入れておいて、まあ、それが、人間が叩いて発見するものと比較したのがこちらになっています。で、それによりますと、実際にはほぼ、まあ、って人間が見えないものは見つからないけれども、人間が見つかるものはこの機械でも見つかるということになります。で、実際に、トンネルですね、千葉県の方のトンネルで、マッチングということでやらさせていただいている状況になります。まあ、このように一応、この時は片側交互通行でやっていますけれども、交通の阻害をせずに、点検をしている状況ということになります。少し、アップで見せますとこんな形でですね、側壁のところ、光切断を使うひび割れの検知のユニットと、ダウンのユニットがレールをまたいで、存在するまたは、上下にくっついているということで今システムとしては運用しています。
で一足線が大体40センチぐらいの幅が、点検できるとシステムを前に動かすということになります。なので、実際には、こんな形でちょっと帯状になるんですけれども、写真を最後に合成すると、まあ、復興コンクリートの状態が、展開して確認することができると。でひび割れの、まあ、点検された方はよくご経験があると思うんですけれども、番号とかがついていないので、型枠バラセントルの型枠 の, その何個目とかでこうひび割れをこうスケッチすると思うんですけれども、結構間違えたりするんですけど、これはもう間違いなく同じところ、正確に位置を出すことができるということになります。で実際には、右の高所作業車タイプで現在は、ほぼ運用しているということになります。まあ、こちらです と,、そのちょっと見えにくいかもしれないですけども、青い部分は、レンタルで高所作業車を現地で用意して、で緑色の部分がうちのシステムなので、まあ、それだけは、運んで、セットアップして、そのままトンネルの中に走っていって、片側交互にしておいて、走っていって、システムを動かすという、非常に、まあ、点検費に、機械の運送費も入ってきますので、そういうことを考えると今右側の方で運用しているということになります。左側は、交通を阻害しないということで、システムとしては、SIP の期間中には、こちらの方でいくつかのトンネルで、確認をさせていただきましたが、やはりどうしてもちょっと運搬距離が例えば長くなってしまうと、当然ながらの費用が非常に高くなってしまうので、そこの部分でちょっと、使い勝手が少し悪いかなというふうに思います。ただし乗っているシステムは、高所作業車でもガントリータイプでも同じものを使ってますので、精度等の、影響はないということになります。でこれが、高所作業車タイプで運用している状況になります。このような形で、これは、ごめんなさい、緑色のところに、2台のユニットをくっつけておいて、走っていくということになります。ですから何回も、行ったり来たりはしなきゃいけないんですけれども、まあ、走ってしまえば、浮いているところの、確認とひび割れの確認ができるということになっています。で今は、このシステム の, その右側のところに、電磁波レーダーをつけて、背面空洞も一緒に確認しようというようなことで今トライをしているという状況です。まあ、トンネルの点検には、背面空洞の確認も入っていますので、まあ、そういうようなことで、いろいろな、自治体さんと話すとですね、まあ、それもやってくれというようなこともあって、今は背面空洞を確認する電磁波レーダー、まあ、それは別に特殊なものではございませんので、そのフレームだけを作って載せているということになります。でこれ大分県の、トンネルで、確認した例ですけれども、先ほどはトンネルの、ガントリータイプはこう横方向に動かしているので、短冊状になってたんですけど、これは、まあ、トンネル方向に動かしてますので、縦方向にですね、縦方向横方向に、写真が出来上がって、それを合成しているということになります。位置は正確に出ますし、浮きも、点でですね、青い点と赤い点を用意しておいて、浮いていれば、赤くなるというようなことになっています。でちょっと先ほど、言い忘れたんですけれども、ダウンのデータは、当然ながら AI を使っているということで、いくつかのトンネルではやってるんですけど、トンネルによってちょっと音の響きとかが違うので、実際には学習したデータで浮いてる浮いてないというのも判定できますし、初めてのトンネルだと音が、学習しているデータがないので、それについては、クラスタリングという手法を使っています。これは仲間外れを探しているということで、いい悪いじゃなくって、実際にはほぼ結構いいところばっかりで、例えば10点対10点でいいとこ悪いとこっていうのになる可能性もあるんですけど、ほぼほぼ、人間の耳で確認して、この音の、仲間たちが浮いている、でそれ以外は健全というようなことを、人間の耳で聞いて判断して、つまり学習させておいた状況にして、運用しているということになります。
で、関東地方整備局様の、現場のニーズとシーズのマッチングとしては、ここにあるように、千葉県の、国道127号の、トンネルで実際に、確認をしていただいたりを、しています。これが高所作業車タイプ片側交互通行で、点検している状況になります。まだまだ、いろんな意味で、進歩させないといけない部分はあるんですけれども、現状では、本当にきれいなトンネルだと、人もあんまり、叩かないということになると思うんですけど、少し差がないんですけど、劣化している古いトンネルであれば、実際には作業時間等ですね、短くできるし、内業ですね、事務所に帰ってアウトプットを出さなきゃいけない、ひび割れの報告書を書いたり、浮いているところの位置情報を出したり、図面に落としたりという作業、内業の部分でいくと、非常に生産性が高いというふうに考えています。で、現在の、状況ですけれども、実際には私どもゼネコンなので点検業務を請け負わないということになります。現状でうちが言っているのは施工ということになってまして、実際にはコンサルさんに、使っていただいているという状況です。で、大きくは、2つで、展開してまして、まず大分県の方ですね。で、大分県は、全国で一番トンネルの本数が多いという県になっています。なので、大分県の、いろんな関係者の方、それからまたロボットをどうにかこう使いたいというような意欲も非常に高い県でありますので、今、ちょうどですね、あさって18日とかにですね、また、点検で使っていただくというようなことになっています。これは右の写真も出ているような高所作業車タイプでの、点検ということになります。千葉県の方でも、一応やっている状況になりますね。その他の展開としては、実際には左は、うちの、工事をした後の竣工前の検査に使っているというのが、いくつかのトンネルであります。で、これはちょっと当然ながら一般車は入ってこないので、ある程度作業日を決めて、段取りをしてやっていくということになります。それから左の下は、高速道路なんかでの、展開なんですけど、舗装の打ち替えの時に、アスファルトを取って断音検査して浮いているところがあるかないかというのを実は確認をしています。やられている方もいらっしゃると思うんですけれども、そちらに使うということで断音のユニットだけを、台車に乗せて下向きに、叩いています。で、これですと、位置は、トータルステーションで、追尾しながらこうずっとこう、行ったり来たりすると、人間でも、発見できるんですけど、かなり作業状況厳しい状況が、簡素化できると。で、データも誰がやっても当然ながら同じになりますので、アウトプットの信頼性も非常に高くなるということで使っています。で、その他、建築というかですね、これは立体駐車場の、天井の部分ですね。これも、ダウンのユニットの、人でもこれ見て分かる通り叩いてるんですけど、マイクだけをしょっといて音判定だけは、AI でやっているという例です。ですから、ひび割れのユニットも、ダウン検査のユニットも、個別に使うということも一つ展開としては考えているという状況になります。こんな形で、私ども、当然ながらの、ゼネコンなので、建設することを、メインにしていますけれども、技術研究所の方のメカトロのグループを中心にですね、実は私はコンクリートの方の研究等をやっていたんですけれども、コンクリートの人間とそれからロボットの人間、それから大学の先生等をですね、連携してなんとか点検業務の生産性向上とかデータの信頼性とかですね、でまたこういうものを使っていると、そんなに人気はないしどこにも見せる場面はないんですけれども、東急建設としては、こういう、AI を使うとかロボット技術を開発しているというところで、若手の方ですね、大学生とかいろんな意味で、興味を持っていただけるかなというふうに思っています。
で実際に、使ってみたいというご要望が、最近の、新技術の活用の、各地生産で進めていることにですねマッチングしているようでいくつかのコンサルさんから問い合わせをいただいているという状況になっています。もし、興味を持っていただけたらですねこのフロアの、奥の方にですねブース出してますの で実際にダウンの、デモができる機会も置いてありますのでぜひ、ご覧いただければというふうに思います。以上で私の方の説明を終わらさせていただきます。ありがとうございました。